ははいでは会長次の記事になるんですけれどもあの、まあ、世間を賑わせたこれも話題かなというふうに思うんですけれども広域、まあ、強盗事件というところで、まあ、先日本当にフィリピンから4名の方容疑者がですね、まあ、送還されましたけれども私まさこうニュースであの空港着く映像を見てましたけれども、まあと昔前で言えばこう振り込み詐欺みたいなところが話題だったと思うんですけれどもやっぱり今 っかからなくななくててきているる中でもう変な話奪い取ると最悪の手段もう殺してしまいみたいな、まあ、そういった傾向になってきているっていう中でやっぱりこうなんかちょっと社会がおかしいのかな、うん、なんていうふうに私自身思うんですけれども、まあ、会長自身この、まあ、事件ニュースについてどんなお考えですか、ね、そうですねまずあのオレオレ詐欺っていうのがだんだんなくなってるといってもまだまだあるんだよね。でこれもあるから、まあ、今言った 遠隔操作で強盗をするけどね悪いことしてね長続きしないんだよ必ず捕まるんだだからあの,迷宮入りっていうのはほとんどないよね,ね日本は警察があれだしでなおかつ今は足がね SNS とかあるのでついちゃうし、まあ、携帯で多分調べれば多分そういうのがもう全部出てくる、まあ、そういう時代だと私は思うのでやっぱりある意味ではやったら必ず報いが来るっていうことをね やっぱり、じ、あの、あれしなきゃいけないね、感じないとやる人は。で、なおかつ、日本の警察は世界一のね。あの、検挙率だって、私は聞いたこともあるし。やっぱり、そういう意味では、この日本の。やっぱり、こう、検挙率を考えた時に。絶対、そんなね。あの、選択だと、私は思うんですよね。お金がなくても、その、お金がすぐ取れる。けど、お金がなくて、と。それをもらったとしても。強盗とか、殺人したら。もう、必ず。 世の中から抹殺されますよね。で、これもさっきね、ちょっとお話したやつにね、その、あ、間違ってやっちゃったじゃないんですよ。もう恋なんですよね。強盗に入るってこと、間違ってやっちゃったじゃないんだよ。恋なんですよ。こういう人たちはもう徹底してね、やるべきだし。まあ、あの、今、うちなんかもおれおれ詐欺のあれで、あの、この電話は録音されておりますみたいなものがね、電話でも入ってですね。だから、もう一つはやっぱり。 遠隔刑務所に入っててそれでできるっていうのもまあフィリピンっていう。 場所かそういうういののができるのかなって思うしまあ検挙されてる最中だからねあとはお金賄賂渡すとあの電話がついたりなんかお金6万円ぐらい渡すとスペシャルな部屋が来たり食べ物もなんか毎日のようにいろんなお金がねその端も入ってくるとまあ刑務所と違った感覚でまあ日本では考えられないようなことがね起こってるっていうことも分かったしやっぱりそういう意味ではねあの私はまず言いたいのは。 悪いことは長続きしなくて必ずバレるってことバレた途端にそのねやった人たちは本当にねやっぱりそういうことを選択するっていうのは人生を捨てんのと一緒ですよ。それにはつまんないよね 私はそういうふういいふに思いますまさに SNS のところもでも触れましたけれどもなんか若者の教育がなんか少しおかしいのかなで、うん、やっぱりこうツールであったりとか、まあ、そういった手口みたいなところが先行しすぎてやっぱそれをちゃんと教育できる大人がいないっていうところも、うん、なんか今のこういろんなこういった事件が起きるなんか一つの背景なのかななんていうふうなのはちょっと私も今ちょっとま、ね、そうだよねなんかそういう意味で,本当にで必ず捕まるんだ。 でなおかつ、ね、逃げてる間は心の休まる時がないわけ、ねまあ、ただ彼らたちはフィリピンの刑務所にいたからその時は心が休まったのかもしれないけどもやっぱり心の休まる間はないわけですよ。 ね、本当だからそういう意味ではこの選択は損だと思うな必ず捕まるんだからで今いろんなところに防犯カメラがついててねもうとにかくあの私思うんですで私ちょっと意見があってですね防犯カメラもううね国の予算で全部つけたらいいと思うんだよ実はね歌舞伎町はねあの真ん中全部ついてるだからあそこで犯罪を起こす人っていうのは基本的にヤクザさんは起こさないヤクザ知ってるから。だから 外から来た知らない人はそんな防犯カメラついてるって知らないからやるんだけど基本的にはあの歌舞伎町っていうのはほとんど全部そのだから地元のヤクザさんはそういうことが分かるからやらないんですよ。 やっぱり僕はそういう意味で防犯カメラ全部日本中つけるべきだな、まあ、中国はねついててまあその秘密が守れないとかいろいろあるけどやっぱり殺人が起きないようにするためにはそのぐらいやっていいんじゃないかなと僕は思ってますよね国の予算で全部全国ねだから今だからあれでしょコンビニとかいうところのあれを借りてるわけでしょそうじゃなくてやっぱり自分たちでもうやんなきゃ時間だって相当かかりますよねコンビニうちもね実はね あっっててね借りに来たんですよ映ってないかかどうかやっぱりそんなのね民家で借りるんじゃなくてやっぱり自分たちで全部つけてその町とかなんかでつけてやっぱり安全を確保した方が僕はいいんじゃないかなと思うんだよね。はい、はい まああの本当にいろんな怖いことがある昨今ですけれどもやっぱり最終的には自分の身を守るのは自分自身かなというところもあるので、まあ、まずは自分そして周りの人をこう守れるそんなところを考えられたらいいのかななんていうふうに思いましたとまあともう一つねやっぱりあの財産家のとこが分かるっていうのが、まあ、いろんな意味でねその名簿が漏れてるっていうこともあるらしいんだね。やっぱりだからそういう意味では狙ったところは行ったらね無一文だったっていうとこがないみたいな。 これもやっぱり怖い話でねやっぱりかなり,やっぱり個人情報をきっちりするねだからそういうことをやっぱりしていかないといけないのかなってだからうちなんかもねどっか旅行行くなんて時もフェイスブックでね行きますなんてあげることしないですよね帰ってきてからあげるようにしてますよやっぱりそうしないと何かあった時怖いもんねじゃあ守れる手段もこう自分でこうそうですねやらな,なきゃダメですねわ、はい、かりましたありがとうございますはい